競馬香港の競馬サデン競馬場のワイドスクリーンとレース発送直前の様子香港の競馬では香港における競馬について記述する。解説当時のハッピーバレー競馬場法律上賭博が禁止されている中華人民共和国において香港は賭博行為を含む競馬開催が行われている数少ない地域である。統括機関である香港ジョッキークラブが競馬に関する あらゆる事項を統括している。開催時期は気温の高い夏季を避ける形で、おおむね9月から翌年7月中旬までを一つのシーズンとしている。この間、毎週水曜日のナイトレースと土曜日か日曜日のいずれか1日の日中開催の週2回開催が基本であるが、祝日開催が行われる場合は週1回のみの開催になることがある。なおジョッキークラブでは、 さらなる開催日の増加を検討しており、政府との調整が図られている。現在の砂田競馬場サラブレッド種の馬による平地競争のみ行われる。芝コースでの競争が中心で、ダートコースの競争は社勤競馬場で行われるが、数は少ない。競争場は砂田競馬場付属の旧車において管理され、調教は競馬場内で行われていたが、2018年に、 中国本土に中華トレーニングセンターを新設し、砂田競馬場と分散して競争場の調教や管理ができるようになった。ただし、中華トレーニングセンターから直接、香港の競馬に出走することはできないため、レース数日前に砂田競馬場付属の旧車に輸送しなければならない。なお、ハッピーバレー競馬場で競馬が開催される際には、馬運車によって当日輸送される。 それぞれの競馬場で行われる競争は国際競争や新馬競争を除いてほとんどがハンデキャップ競争で行われる。フルゲートは14頭で出走馬はほぼ1週間前に出走登録を行い開催3日前には出走馬と枠順が確定し開催前日より馬券が発売される。ただし競争前日までに何らかの理由で出走を取り消した馬については 予備登録している馬のどちらかが補充馬として出走する。馬番はハンデキャップの最も重い馬が1番で最も軽い馬が14番となるが枠は別途抽選で決定されるので馬番とは一致しない。発送の際には発送時刻になってスターティングゲートの赤色灯が回転し始めたらゲート入りを開始し全馬のゲートインと共に発送する。この時 ゲート内での中立状態の悪い馬はゲート係員がゲートの間に立って発送補助を行うことがある。また馬券はゲートが開いて場内にベルの音が鳴り響いた時に締め切りとなる。海外で行われる大競争の馬券発売も行われておりドバイミーティングブリーダーズカップやヨーロッパの主要競争の投票権も買うことができる。また日本の競馬についても スプリンターズ・ステークスやジャパン・カップ、天皇賞などの主要 G1 競争が発売されており、日曜日に香港で競馬開催がない場合は、同日に行われる一般特別競争も発売されている。かつては出走頭数が14頭以上の場合は、15番目以降の馬番の馬が別の枠に振り分けられ、必ず十四頭枠で馬形を発売することになって、 いたが、2009年に制度が改定され、24頭、までなら、馬番の通りに発売可能になった。上水にある、HKJC の場外馬券売り場参考、パリ、ムトウエルプールズ、ビギナーズガイド、ベッティングエンターテイメント、ザ・ホンコンジョッキークラブ馬券の種類は、パリミチュエル方式のみ合法で、ブックメーカーは違法である。また、HKJC が発売する競争以外の競争を、 香港で購入するのも違法とされている。馬券は競馬場内のほか街中の場外馬券売り場でも購入できる。このほか電話投票やインターネット投票も可能。購入可能な年齢は18歳以上。馬券種別は非常に豊富であり、ハンデ戦ということもあって14頭という手頃な出走頭数ながら時として大波乱が起きることがあり、それが 香港競馬の魅力ともなっている。かつては、買い目を記入した、マークカードの裏に購入馬券情報が印刷されて、馬券となったが、今は別の紙に印刷されたものになっている。標準の発売単位は10ドルであるが、1枚のマークカードで100ドル以上を購入する場合、発売単位を最低1ドルとして、マークカード単位で総額指定を行うことにより柔軟に購入できるようになる。 フレキシーベッド制度が導入されている。内は対応する日本語名称。単一のレースで決着する投票方式単一のレースで決着する投票方式の場合、投票した馬が発送除外となった場合は、当該馬に関する投票は変換となる。複数のレースにまたがって決着する投票方式複数のレースにまたがって決着する投票方式において、 発送除外が発生した場合は、日本と異なり特別な取り扱いが存在するため、現地で購入する際には注意を要する。なお、正確には馬券ではないが、ブックメーカー投票方式によるジョッキーチャレンジという投票方式が存在する。ジョッキーがレースで3着までに入着すると、ポイントが加算され、最もポイントの多いジョッキーが誰になるかを予想する形式である。 ブックメーカー方式のため投票した時点でのオッズが確定まで適用され、オッズは適宜更新されていく。基本的に最終レースの2つ前のレースの時点で発売を締め切るが、これ以前でも起乗予定とその時点でのポイント状況により勝者が確定する場合は発売を中止することがある。地元の日刊誌は競馬のページがあり、 競馬に関する情報が毎日掲載されている。またレース開催日には、一レースごとに出走馬や予想が掲載されている。一方、競馬新聞も5から6市存在しており、出走馬の成績や調教などのより専門的な内容と予想記事を掲載している。レース前日頃には、各地のブックスタンドで販売されている。競馬雑誌は、イバ殿下が唯一の存在である。 地上波テレビ放送は1968年以来一時期を除いてアスゲン氏が実況中継を行っていた。以前は放送局の制作であったが近年はジョッキークラブ自身により番組を制作し ATV は放送枠を提供する形になっていた。また競馬会再期間中の毎晩次回開催に出走予定の馬の状況や関係者のコメントを レース前日にはレースごとの競馬予想を行う番組、開催当日には各レースごとに詳細な解説を行う競馬結果を放送する番組を放送していた。しかし ATV の放送免許が2016年3月限りで切れ放送を継続できなくなったことから2015年9月からは無線電子の J2 チャンネルで放送されている。ケーブルテレビでは有線電子が 競馬専門チャンネルを持ち、同様の番組を放送している。ラジオでは、民間ラジオ局である商業伝来と、香港スーバー電来の2局で放送されている。かつては、公共放送である香港電台も放送を行っていたが、2004年シーズン、限りで放送終了している。また、ジョッキークラブのホームページでは、民間ラジオ放送局と同じ内容の放送を、 ストリーミング配信しているほか、TVB で放送した予想番組や競馬結果の番組を配信している。また、数年前までのレースや、機械催日に行われるバリアートライアルの全競争も見ることができる。当日実施された競争の映像は、レースの10分後よりホームページで視聴可能となる。また、香港で発売される海外競争についても、 60分もより視聴可能となる。無料ホームページでは、レース映像のリアルタイム配信は行っていないが、香港国際競争については、2015年12月の開催以降、特設ページで配信されるようになった。香港では競争馬の生産は行われていない。したがって、所属している競争馬のすべてが、オセアニアやヨーロッパから輸入した競争馬となっている。 日本三馬も過去に在籍していたことがあるが、目星成績は上げられていない。競争馬は馬がほとんどで、ボバは少ないが、香港で優秀な成績を上げて種ボバ入りした馬も存在する。また、馬で顕著な成績を残した馬の中には、サイレントウィットネスやフェアリーキングプローンのように、引退後の余生を香港や生まれ故郷の牧場に戻って過ごす馬もいる。馬は、 非常に少ない。騎手は地元香港出身の騎手もいるが、リーディング上位の成績を収める騎手は、ほとんど海外からやってきた騎手で占められる。南アフリカ共和国出身のダグラス・ホワイト騎手が、2000から1年度より13年間連続リーディング記録を続けていたが、2013から14年度にその座を奪われ、2014から15年度は、 ブラジル出身のジョアン・モレーラ騎手が新記録となる145勝を挙げてリーディングジョッキーの座を奪取した。またジョッキークラブに所属した女性騎手はこれまで4名おり、そのうち1997年にデビューした歓迎に歴史は1999年。しかし2015年シーズンからは15年ぶりに小ヨシミ騎手がデビューした。小騎手は 2016年5月1日のレースで通算20勝を挙げ、これまでのジョッキークラブ所属女性騎手の最多勝記録を更新しており、1日4勝の記録も挙げるなど注目されていたが、2018年に騎手を引退した。調教師は海外出身の調教師が多い中、香港出身者も検討している。1985年に開業したジョン・ムーア調教師は、 これまで2400勝以上を挙げ、7年連続でリーディングトレーナーの座を占めている。この他、アンソニー・クルーズ調教師や、ジョン・サイズ調教師、ポール・オサリバン調教師らは、日本でもたびたび管理場を出走させている。香港の競馬における場所は、香港ジョッキークラブの会員になる必要があり、会員にならない限りは、香港で競争場を所有することはできない。一方、 組合馬種と呼ばれる数名が一頭の馬を共同所有する制度もあり、むしろこちらの方が一般的である。なお、一人の馬種が同時に所有可能な馬の頭数は3頭に制限されている。また馬種であっても、例えばジョッキークラブが海外で購入した新馬の購入権は抽選によって事前に選ばれるなどの制限がある。新たにジョッキークラブの会員になるには、 複数の会員からの推薦が必要であり、かつジョッキークラブの厳正な資格審査を経た上で、初めて会員となって馬を所有することが可能となる。ジョッキークラブ会員は、香港におけるステータスシンボルでもある。歴史的背景から、以前は香港在住の外国人場所が多かったが、現在は香港住民が大半を占めるようになった。ただし、現在でも外国人が、 新たに会員になることは可能である。日本人では、英身の冠名で知られる、平井豊光の息子である、平井勝彦と、スマートの冠名で知られる、大川徹が、会員として、馬の所有が可能となっている。国際競争本港所属馬限定競争歴の、関係上、開催が、前の月に前倒しする時や、翌月にずれ込むことがあり。 大衆と書いてあるものがずれることがよくある。よってあくまでも目安として判断していただきたい。ありがとうございます。